正好一模。等一下啊，我看这边一会儿就捡起来，你这不要了。忙しいから、こっちあまり5月病という感じはならないですね。
非常的耐看。哎，俄罗斯就对，看新疆的那个放了一周嘛，十个多么直接变成一个流あ、冬だとな、まず5月病みたいなのは長いような感じしますけど、冬になんか長い休みでやっぱり5月に5月病みたいな感じのなんか、ちょっと大変になったりとか、そういう冬になったりとか、そういうのが割り大変な感じ。それはありがたいです。やっぱり、自分には合ってると思ったんだね。そうですね。やっぱ合わなかったら、そんなのやりたくないんだろうね。はい。ちょっと新入社員、新入社員の頃やっぱり働いてちょっと、すぐに合わないって感じでやれてるんですね。あ、そうだ、新人は、はい、入った？あ、入りました。住民部、ホテル建物に行かれた。まあ、全部15名くらいですか。まだ配属はされてないんですよね。そうです、こっちの部署にはまだ来てないんですよ。
でも夏がこれから夏に向けてなんかどこ行ったの？6月が一番暇で、うん、一番お客さん少なくて、うん、7月から、うん、また増えていくんですけど、うんうん、これ潮時だから一番あれだったのか、うん、7月から8月から夏休みなんで、うん、紅葉の時期が9月から10月ぐらい、うん、その時はやっぱり一番遠いですか、春の冬に、うん、やり関東が多いです、うん、紅葉がきれいなんで、うん、あ、そうなんだ、ね、え、夏もいいんじゃないのか、夏は終わってきて、こっちは夏休みの部屋多いし、うん、どれだけ来るか関東行く、山、大山とか、こっち行く人までだけが一番まあそうですね、夏もやっぱり涼しいんで、やっぱりいや、しかも夏休みなんで、まあ、基礎地としてやっぱりみんな気まわりたがる人も、はい、あっちはやっぱり暑くても、まあ5度、まあ、20度以上超えないんで、うん、お金かかるわね、あのホテルは。あれ、普通の料金とどのくらいするのって、泊まりがけで。いや、まあ、そう、泊まる場所にもよりますけど。やっぱりね、ランチがあるわけ。そうですね、まあその山小屋なのか、それともなんかホテルなのか。自分とこのホテルは、まあ、それはもう安くても3、4万ぐらいそうだろ、はい、かわいいよな、うん、やっぱりその前でも、それは何もうプライベートは保たれるわけで、ちゃんと各部屋で人がたくさんいるから、ちょっとはアイデアでってことは絶対ありえないだろ。それはないですね。絶対ないよね。はい、山小屋の決まりなんだといくらでも人入れたりよね、はい。ホテルはそれがないってことか。はい、やっぱり、はい、普通のやっぱりリゾートホテルなんで。あ、そういうなんかクラス分けみたいなのがありますか。やっぱりビジネスホテルと普通のなんか、うん、こっちのビジネスホテルじゃなくてやっぱりリゾートホテルなんで。うん、それだ料金は高いけど、やっぱりこの辺のサービスはあるから、素晴らしいってことか。サービスというか、施設がやっぱり、はい、光ります。うん、もうなんか人にいっぱいになるんだからね、それがね。そうですね、あの今日明日とかからはもう150人ぐらいは、全部で部屋200室あるんですけど、まあ、150人ぐらいは、まあ、150室は埋まってしまうの、予約で埋まってしまうの、ね、そうです。やっぱりそれに対するサービスをしていくって大変だな。そうですね、まあまあ何人いるかによるけどね、スタッフがね、少ないスタッフの数ができないんで、サービスはね。やっぱり疲れてきても、やっぱりちょっと我慢して、やっぱり、うん、なんかもう、いいサービスしないと。まあ、ずっとだからね、働いてる人がブスッとして、うん、愛想なしにってわけいかないよな。はい、あとは日本一高い場所にあるリゾートホテル。それでやっぱり上がっちゃう。まあ、全国から集まるんだからね、海外からも来るわけだからね。はい、半分以上買い上がりの近くにいる。半分以上はそうなるの。そうですね、雪を見るためにやっぱり。あ、雪を見たいからね。はい、台湾とかあっても人たちがとって、はい、
この昨日下山の時、雪降ってたんですけど、それでも今度の人もみんななんかビデオ撮りました、ね、雪降ってるシーンのビデオ撮ったりとか。あ、手さかなけ。はい、すごいな、興奮してましたね。なんか天気は悪いけど雪見れたからいいわって。興奮するじゃん、雪のない天候だったらね。はい、やっぱりタイの人とか香港とか台湾とか東南アジアとか雪降らないところから、いいよな、はい、仕事しながらして国際的にさ、はい、言葉だって喋れる。いや、メインは何、メインやっぱり英語と中国語でしょ。そうだよな、はい、レジンの時もやっぱり、うん、いや、まあ、すぐ日本語喋れる人がやっぱり差し払いに来ますから、それでやっぱり中そのなんか日本語で話すだけでもやっぱり無言の時はやっぱり海外の人って分かって、それでなんか中国か英語でやっぱり、うん、あ、話したね、テクニカティクニティはやっぱり話しかけて、うん、黒いのを言いますか、あの小分けの袋いますかとか、うん、あ、子供さん軽くなるね、うん、やっぱりあっちの言葉喋れるとやっぱりあっちの人すごいなとかって言いますね、やっぱり。そうだよ、すごいね、中国語喋れるんだとか、いやいや、あっちの人も喜びますから、絶対喜ぶと思う。自分の素性を明かさなければいいんだもん、そしたら、いや、この人すごいとかと思うよ、うん、そしたら、うん、しかも覚えてば、うん、もらえるし、そうなったら商品の呼びかけとか、うん、声かけとかも、この、うん、一番有名な商品ですとか、うん、日本語だけじゃなくて、やっぱりあっちで言葉で言うと、やっぱり一回決まってきますね。はい、え、それ何、商品の売り込みなんかもするわけ、並べといて、しますね、はい、いらっしゃいじゃないけど、そういうことってやるわけ、ね、はい、この商品はこうであれってやるわけ、はい、中国語で言ったらね、ね、はい、中国語で言ったら、台湾人の人がいっぱい買ってくれてる、うん、すごいですね、もう新記録が出るぐらいやっぱり売り込み、いや、違うと思うよ、やっぱり商品売り込みできるんだもん、うん、その代わり商品の何、はい、ことはよく知ってないとね、理解してないと、はい、いい加減なことは言えんちゃうね、はい、いろんな海外の人からいいんですけど、日本人だとか結構細かい質問しててできるんで、日本人の方が細かいの、そうです、質問の内容がとても細かい、うん、そういう人はまあ、うん、もうあまりそういう詳しくないんで、やっぱりもう いくつ入ってる、1袋の中に何粒ぐらい入ってるのかとか、うん、そういうの結構お客さんには言わないですけど、ちょっと、お客さんには言わない、おばあさんには言わないですけど、うん、まあ、ちょっと、こういう時はやっぱり、他の人、他の人、物、分かるものとか、そういう人もあったりとかね、一応、ベテランのふりを知ってなきゃならないけどね、そうですね、やっぱり、新人でもやっぱり、店の人、立っているのが変わりますよね、うん、うん、
ってもいい。あ、ないしね。あ、これやっぱりもうちょっとなんか平らにしてもいいかもしれない。しない方がいいじゃない。平らにしたら、ま、丸坊主みたいになっちゃう。あ、この方がおしゃれだ。それでなんかつけた方がおしゃれ。やめた方がいい。このくらいだったら言われないと思う。あ、うん、せっかくあの人もおしゃれにしてたの。
ありがとうございました。今日は何目ですか、これ。これで何目ですか。数えてないから分かんないけど、100人こんなにやらない。2人でやってるからそんなにやれない。50人は絶対やれるでしょう。50人はやらないね。1時間に3人やるかやらないかだもん。で10時間半ぐらいだからね。そうすると30人やれるかやれないかだよ。立てるだけで疲れるじゃないですか。2人だからね、大体休憩なしだもんだって朝から。でしょう、やりっぱなし、朝始まったらやりっぱなし。立てるだけで強い。はい、はい、すごくお疲れ様よ。何キャバラフな。スプーン大丈夫よ。840円。1万円全部あげてもいいんじゃないですか。他に使えるもの。いや、800円はないです。40円は？あ、40円は、はい、40円パック。一円玉ばっかり。パンパンになって。一円玉家に残してもいいじゃないの。ちょっと5000冊なくなったから。はい、すいません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。